まあこれもねあんまり、ね、言うのどうかと思ったんですけど、で言うのどうかっていうのはこれ答え言っちゃってることになるんで、答え言ったらもうアホでもパーでも分かるんであんまり嫌だったんですけど、まあなんとなくちょっとね撮ってますけが、あのだからやっぱそのでまあチヤホヤされてる時ってやっぱ人が寄ってくるんですよ。うん、だからまあ都知事選の時とか、まあ寄ってくるって言ったらあれですけど寄ってくるって言ったら失礼ですけど、やっぱがなるわけですよ。でもその前とかはもう全然もうかんこ鳥に泣いてるというか、うん、俺のやってることというか俺は全然変わらないわけですよ。うん、今も昔も別にね俺様だし後藤輝樹だし何も変わってないんですけど、世間のこう潮流というか世間のそういう何かちょっとしたことでね、そのすごいガーってなったりこう引いてったりとか、でそういうの見てるわけですよ僕。で僕はあの基本的にね、来るもの拒まず去るもの追わずだったり、誰かに媚び打って取り入ったりとかしないんで、例えばね、あの誰かがこう去ってっても別にっていう、割と淡々としてるんですけれども、そのフォロワー数とか、登録者数とかも全然ね、1とか2とか0とかもそうなったらちょっとさすがにねもう首くくるかもしれないんですけども、全然そのレベルじゃなければ全然っていう感じで、だからそういうの見てるんですよね。だから本当だから株っていう一緒って言ったらあれなんですけど、株価とかも上がったり下がったりするわけですよ。でトレンドでこうみんなこうね買ってちょっと下がったらこうバーって逃げたりとか、そういうのあるわけですよ。だからそれもね人生も一緒なんですよ。だからそういう時にやっぱ僕は見てるんで、だからそこをねまあ俺に限らず人生でやっぱそういうのねちゃんと大事にした方がいいっていうか、やっぱしんどい時にこう、ね、ついてきてくれるとか支えてくれるっていうのはやっぱこう それはそれで評価されるんですよ、まあ、当たり前の話ですけど。でねこう僕ももう一応もう38年生きてるわけで、そういうところもまあ分かるわけじゃないですか。別にだからね、都知事選でなんか全然浮かれるとかも全くないし、浮かれたとかも全くないし、もう常に浮かれてるんで、だから全然そういうのないんで、調子に乗るとかもないし、調子に乗ったと思われないように最初から俺後藤輝樹様って歌ってるわけだから、だからなんか売れたと勘違いされて天狗になってるとか思われたくないから最初から俺様でやってるわけですから、まあ、もちろん謙虚な後藤輝樹もいますし、俺謙虚でいくと謙虚すぎちゃうんで、そうするとなんだあいつ態度でけえなとか勘違いされるんですよ。別にね元から別に俺は本当ずっと後藤輝樹様なのに、なんか腰の低い好青年と思ったらなんか感じ悪いなとかをね勝手に勘違いするバカがいるんで、こういうねキャラも見せていかなきゃいけないなっていうところはあって、別にだからなんかでチヤホヤされて調子に乗るとかじゃないんですよ。もうそういう年齢じゃないんですよね。だからそれがね例えば小学生中学生とかだったらねあるかもしれないんですけど、僕結構そこら辺シビアに見てるんであんま浮かれないんですよね。浮かれたことないかもしれないね、結構そこら辺ほんとシビアに見てるんで、結構神経質だし慎重なところあるんで、なんかこれが本物かみたいな確認しちゃったりするんですよ。だから結構俺おこですかとか聞いたりするじゃないですか、大丈夫ですかみたいな。だそれが本当のものなのか虚像じゃないのかみたいなのを結構石橋叩くんですよね。だから、そうめったに浮かれないですね。もう本当に、浮かれるほどのあれは ないのかもしれないですし、いやでもそのやっぱすげえ来たらやっぱ浮かれるのかもしれないですけど、もそこまでないですから、そこまでないし、まあ、それが来ても浮かれないように日々精進しますっていう、ね、自分にこう自戒の念を込めるというか、そういうつもりで日々精進していますので、全然
僕はだからそういうところでも冷静に見てるんで、だから皆さんもそういうふうに見た方がいいと思うし、うん、だからこうね、こう上り調子とかこうなんかでこうこっちに 風向きが来た時ってなんかこういろいろね、こうわってなったりするんで、そこでね、あの冷静にね、落ち着いて自分のね現状を分析して、うん、ちゃんと冷静に見る必要があるし、でそこがね一旦落ち着いてからが本当のところっていうのはあるんで、うん、だからうん、僕は無理にね、なんか引き止めたりとかもしないし、無理にこうお願いとかもしないし、無理にお願いとか無理に引き止めたりするってことは、僕本当に勝負どころとかよほどの時とか本当に執着してる時とか好きだとかそういうのはありますけど、もうほぼないですね、ほぼ、うん、彼女とかぐらいですかね、彼女とかぐらい、うん、そうですね、だから本当、うん、そうだからその株の話しましたけど、うん、本当にだから株式会社ってやっぱその株価で支えられてるわけで、うん、本当にしんどい時に株を買って支えてくれてるかとか、うん、それ、うん、そういうのあると思うんですけど、それがやっぱ人生ってこう目に見える形で分かるわけじゃないですか、株価とか保有数とか、まあ、それも数字出てくるんですけど、うん、人間関係とかも、あ、しんどい時にあこの人支えてくれたなとか、しんどい時も離れないでいてくれたなとか、もう それだけ全然違うんですよね、うん、だからまあ俺だったら、だからこの、まあ、答え言うとなんかもうそういう感じで来られてもあれだからあれ、ね、なんですけども、うん、そうだからまあそういうところあるんで、うん、その一喜一憂せず、その本質をこう、本質ってやっぱ大事かなと思いますよね。その企業とか会社とかでも、その個人とかでも何か応援するとか、まあ、俺の話になっちゃうとあれですけども、うん、なんかただ単にね、そのうん、なんかバズったからわーってじゃなくて、うん、ちゃんとその人の本質を見て、そのものの本質を見て、あ、それでもこう応援したいとか、それでもこう支持したいとか、なんかそういうところだと思うんですよね、うん、だから結構ね多いですよね、だからそういうバズるじゃないですけど、そういう時にこうわーってくる、まあ、だからそれももう分かってるんで、その、ね、本当にそこでだから見るわけじゃないですか、あ、わーってくる中でもちゃんとした文章を書いてるとか、熱い文章を書いてるとかで、わーっていう、その文章だけじゃなくて実際に足を運んでくれてるとか、あの個人献金してくれてるとか、イベント来てくれるとか、何か手伝いをしてくれるとか、そういうところで見てるわけですよ、うん、だからじゃ本当に偉そうになって申し訳ないんですけど、だからそれでそのふるいにかけてるじゃないですけども、あ、この人ちゃんと献身的に動いてくれる人かとかさ、そういうの見てるわけですよね、うん、でも勘違いしてる人はなんか俺がなんか尽くさなきゃいけないみたいな風になんか勘違いしてるっていうか、うん、そういう人もだからいるんで、うん、そうだから、うん、そう、まあ、いろんな人がいるんでね、うん、大変ですわってあれですけど、あれでもないですけど、まあ、ちょっとだからまあ、うん、本当だから俺のこと言うと、なんか俺のあれになって嫌なんですけども、うん、例えばですよ、もしね、本当に俺と付き合いたいとかそういうのがあったとした場合、
もう付き合ってるからあれですけども、俺がこの都知事選でわーってこうなってる、そのだ株価が上がってる時じゃなくて、もう株価がもう一番下がってる時にアプローチした方がいいわけじゃないですか。でアプローチの仕方もいろいろちゃんとしなきゃいけないと思いますし、まあでもそのアプローチちゃんとしててもやっぱ最終的にはそれ気持ちが通じてるかとか好みだとかそういうのもあるんであれなんですけども、だからそういう、もう株価が低迷してる時でも支持してくれてたなとか支えてくれてたなとか、それがすごい大きいわけじゃないですか。だからそういうところなんですよね。だからその株価が上がった時になんか言い寄ってくるっていうのは、だからそれはなんか本当じゃない、本当じゃ、それも本当なんでしょうけども、でそうじゃない時、本当に株価が低い時でも、そうじゃない、別に株価が高くない時でも、ちゃんと変わらず接してくれるかっていうのを見てるわけですよ、人って。まあ、俺は少なくとも俺はそういうふうに見てるし、まあ、人ってそうじゃないですか。上り調子の時、わーって来て、下り調子でさーって下がってくる。もう俺は正直言ったらそういう人たちクズだと僕は思ってるんで、だ僕はそういうことしないですよ。僕はそういうことしないようにしてるし、されてもいい気分良くないし、だ僕はそういうの見てるし、僕は見てるけど、だ他の人も見てる人多いと思う。そう。だから、まあ、手引き京都、手引き塾生にもね、ちゃんと、そんなね、なんかね、節操のないことはね、しない方がね、いいとは思いますね。その人自身もそうだし、その相手に対してもそうだし。だから僕はちゃんと、それ見てるというか。そんな、だって株価が上がってる時来るのは当たり前じゃないですか。株価が上がってる時来るのは当たり前だし、で、俺がなんかこう、気持ちいい言葉、なんかお金あげるとか、お金あげたあげれないですけど、その公職選挙法あげれないですけど、気持ちいい言葉をあげたり、なんかちやほやしたり、なんか媚び売ったりして来てもらうと当たり前じゃないですか。でもその株価が下がっても、俺がなんか別にそんなね、なんかちやほやしなくても、媚びを売らなくても、別に淡々と普通にしても来てくれてるっていうところが、っていうのあるわけじゃないですか。だから株価が下がって自分がね、なんかこうなんかよろしくお願いしますとか、やらなくても、やらなかったら来ないとか去っちゃうっていうのは、だからそういう人じゃないですか。でそういうの見てるんですよ。だからなんか人が去っていくっていうのは、それ当たり前の話。そのだってこう株価と一緒だから、これ上がったり下がったり。だからちょっとね、それでなんか、一喜一憂してる人たちって、もうパーなんですよ。ツイートとかのパーとか、くるくるパーとか言ってますけど、パーの人たち。何かあったら、こう、一喜一憂して動いちゃう。そうじゃなくて、冷静に、ちゃんとそういうとこ見て、行動して、恥ずかしい。もう俺自身ね、もうそんな恥ずかしいし、したくないよね、そういう。なんか、株価上がって群がってみたいな。株価下がって引いてってみたいな。そうね、今はね、コロナ禍とかでもそうですけど、テレビのね、報道でわーって言ったら、わーなって、あるじゃないですか。テレビのね、で一喜一憂して、ね、行動をね、あんまりね、言うとあれなんで、YouTube じゃ言えないですけども、もういそのね、なんかの、その、なんかで一喜一憂してる人ってね、やっぱ、弱いっていうか、幸せになりにくいですよね。自分に芯がないから。テレビで何か言われても、株価が上がっても下がっても、世間がどう言われても、自分はこうだっていう芯を持つことが、やっぱ、強いし、幸せになりやすい。なぜかっていうと普遍だから、変わらないから。世間だとか環境だとか、何かが変わっても自分はこうだと、こういう生き方をしてるって、これが幸せなんだっていう軸があると変わらない、強い、幸せになりやすい。
なんか流行ってるから、それ飛びついて、流行らなくなったら退いて、また流行ってると飛びついて、それもう人に左右される人生なんですよ、それ。人や世間、環境に左右される人生。だからやっぱ弱くなっちゃいますよね。で、左右されちゃうんで、幸せにもなりにくいっていう。それずっと追っかけなきゃいけないから。だからまあね、何かのね、ちょっと参考になれば幸いです。ということで、以上、後藤輝樹でした。お前ら愛してるぜ。